ミームって画像や動画に文字を載せて大喜利をするというものなんですが、その画像や動画には人気の映画やテレビ番組のワンシーンがよく使われるんですよね。なのでジブリ映画のような認知度のあるものが使われないはずがないんですよ。ということで今回はジブリ映画のワンシーンやジブリのネタを使ったミームをいくつか見ていこうと思います。まずはこちら、男性が雨の中でっかい葉っぱを持って歩いてますね。When it's raining, but you are a Ghibli fan. 雨が降っている時のジブリファン。するか、そんなこと。ジブリファンを何だと思ってるんだよ。オタクかもしれないけど、常識には欠けてないからな。普通にトトロ柄の傘を使うわ。続いてこちらは、中世の男性が着てそうな服の写真を出して、こう言ってますね。Men, what's stopping you from dressing like this? 男性諸君、なぜこんな格好をしないのだ?それに対する回答がこちら。We don't have a moving castle. 動く城は持ってないから。ハウルか。確かにこれは中世だったらファッションの最先端だったかもしれないけど、今着るとなると動く城でもないと格好がつかないよな。続いてはジブリ映画のシーンを4つ並べたツイートですね。Instead of calling your house cluttered, you can call it Studio Ghibli inspired.自分の家を散らかってると表すのではなく、スタジオジブリに触発されたと表そう。横着の言い訳にジブリを使うな。美的にごちゃごちゃしているジブリの部屋と違って、比べ物にならないほどただ単に汚いってことは分かりきってるんだから、言い訳にならないんだよ。続いてこちらは、千と千尋の神隠しに出てくる顔なしを使ってメッセージを発信してるようですね。Eat whatever you want.And if anyone tries to lecture you about your weight, eat them too. 好きなものを好きなだけ食べよう。そして体重について説教してくる人がいたら、そいつも食べてしまえばいい。まあ、それでもいいけどさ、注意されたからって医者まで食べないでくれよ。ただでさえ医者の人口が少ないんだから。Mom, are you dying? ママ、死んじゃうの? Calm down, children. This is my neighbor Totoro, not Graves of the Fireflies.落ち着きなさい。これは隣のトトロです。ホタルの墓ではありません。あれ?そうだったっけ?隣のトトロって母親死ななかったっけ?なんか、メイとサツキ死亡説みたいのを聞いたせいで、トトロをもっと暗いストーリーだと思ってたわ。アニメ。Netflix Adaptation。Netflix による実写化。まあ、そのレベルになるだろうね。一体いつからネットフリックスも失望の目で見られるようになったんだろう。最初の頃は、よし、これでまともな実写版が作られるってみんな言ってた気がするんだけどな。Expectation 期待 Reality 現実。こういうこと気にしたら負けなんだよ、自然界だと。でも俺は気になっちゃうから草原なんかには行かずに、コンクリジャングルの一室でゲームをしてるよ。同じ負けならゲームで負けた方が楽しいからね。I had to follow this dude for an hour just to see the ending. 私はエンディングを見るためにこの男を1時間も追いかけなければならなかった。なるほど、これは新手の煽り対策だな。ただ後ろにぴったり疲れてたら煽り運転されてるってことになるけど、後ろでジブリを見せてたら同じ行動でもただ映画を鑑賞したいってことになるからね。When someone says they don't like Ghibli movies. ジブリ映画は好きじゃないという人がいたとき。me, 自分。手は出すなよ。内容はいいはずなのに支持してる奴らがやばいっていう、サッカーとかキリスト教みたいな認知のされ方をされかねない。最後はこちら。左は隣のトトロに出てくる真っ黒クロスケで、右は黒い犬。なるほど、これが真っ黒クロスケの正体だったのか。それを、真っ黒クロスケ出ておいで、なんて言って、呼び寄せようとしてたのか、メイとサツキは。とんでもねえことしてたんだな。野生の犬は危険だぞ。狂犬病を持っていかねないし。ということで今回は以上です。以前にディズニー映画のシーンを使ったミームを見る動画も出したことがあるので、よかったらそっちも見ていってください。それではまた。